こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は広島県安芸郡府中町の散策。府中町のうち、山田、瀬戸ハイム、八幡といった、府中東地区を散策します。ゆっくり町散策チャンネル。総社会館という場所にやってきました。ここからスタートして、南方向へ進んでいきます。府中という名前は、古代より国府がこの場所に置かれていたと言われており、安芸国の政治の中心地であったことが由来です。国の中心には総社という、国中の神社の祭神を集めて祀った神社が置かれていたそうで、現在の総社会館の場所には、安芸の国の総社が置かれていたと言われています。こちらは総社橋交差点周辺の様子です。戸建て住宅やマンションが多く立ち、木々などの自然も感じられますね。こちらは府中町内を流れる榎川です。三隈郷付近に水源があり、府中町役場付近で府中大川に合流する河川です。総社会館周辺は宮の町という住所でしたが、総社橋を渡ると山田という住所となります。プランタンという美容室があるようです。プランタンはフランス語で春という意味だそうですね。ボンジュール、不動産のハウス部があるほか、マンションが道路の両側に立っています。左手に見えたマンションはアーバンビュー府中で、3LDK のお部屋が8、9万円台で借りられるそうです。アーバンビュー府中の目の前には、三隈郷入口というバス停があります。三隈郷は漢字で、このように書き難読です。府中町北部にある自然豊かな渓谷で、以前当チャンネルで訪れましたね。よろしければそちらの動画もご覧ください。右手にはローソンがありますが、ケアローソンという介護拠点併設型店舗だそうで、ケアマネージャーや相談員が駐在しており、介護に関する相談などができるみたいです。右手に山崎ショップが見えてきましたが、営業はしていない様子。ラークスマートプラス390円の広告がありますけど、今はもう少し高いですよね。山崎ショップの道路向かいには、府中山田バス停があります。広島市中心部方面からやってきたバスの終点で、バスはこの敷地をぐるっと回って折り返していきます。中心部の県庁と府中山田を結ぶバスの本数ですが、1時間に1、2本程度で、ちょっと物足りなさを感じる本数です。府中町内はこんな感じのルートで、府中江宮、府中町役場東口を経由し、広島駅、八丁堀、県庁方面へ向かいます。府中町内各地を巡回する、府中町椿バスというコミュニティバスは、約120分間隔で運行されており運賃は100円、町内の公共施設やイオンモールへの移動に便利です。住宅地の中の坂道を登っていき、宮の町5丁目交差点を左折し北東へ進みます。またまた上り坂です。坂を登っていくと、散髪屋と内科クリニックがありました。写真屋やアパートなどがあり、突き当たりには、府中町東地区センターがあります。右折してもまだまだ上り坂です。坂を登っていくと、左手に府中東小学校が見えてきます。府中町の内山田、瀬戸ハイム、宮の町4、5丁目、八幡2丁目が府中東小学校区で、今回の動画はおおよそこの学区内の散策となります。坂道を登ってクリーニング店を過ぎると、安芸府中高校の看板が見えてきます。安芸府中高校の近くまで行ってみようかな。広島県立安芸府中高校は男女共学で、普通科の他国際科もあるようです。1980年創立とのことで、創立から約40年と歴史は比較的浅いですね。高校へはここを右に曲がるようです。あらー、ここも坂ですねー。安芸府中高校は地元では安芸府と呼ばれており、こちらの坂は安芸府坂と呼ばれているとか、映像では坂の傾斜具合はわかりづらいかもですが、自転車で登るには結構きつそうです。ウィキペディアには、厳冬期には自動車通勤の教職員の自動車が、安芸府坂を登りきれなくなることもままある、と書いてありましたが本当かな？わら、校門が見えましたが校舎はもっと奥にあるみたいですね。この辺りで引き返しましょう。高校に用もないのに校門の近くに行ったところで、不審者扱いされるだけですからね。わら、安芸府中高校の駅ですが、天神川駅や向灘駅といった鉄道駅から離れた場所にあり、また自転車で通学しようにも高校まで坂道が多く、なかなか遠くの地域からは通学しにくそうです。
天神川駅近くのバス停から高校近くまで向かうバスもありますが、遠くの人はどのような経路で通学しているのでしょうかね。歩いていくとだんだん山深くなっていきました。不法投棄禁止。このドラム缶は、不法投棄されたものでしょうか。ポンプも落ちていますね。不法投棄のものなのか、工事で使うものなのか、よくわかりませんでした。こちらのキャラクターは頭がもみじですね。パーリーピーポーならぬ、モーフリーピーポー。山奥の集落に来たような雰囲気です。府中町というとニュータウンというイメージが強く、住宅が多く建っているというイメージなので、府中町ではない別の町に来たような感覚です。ここで右に曲がって、こちらの細い道を登っていきます。道の左側には墓地があり、右側には秋府中高校の校舎が見えます。緑のトンネルをくぐりながらしばらく登っていくと、あげくら山健康運動公園があり、こちらの北エリアには広場が整備されています。サッカーやゲートボールなどができそうですね。訪問時はおっちゃんがテニスの壁打ちをしていました。一旦あげくら山健康運動公園を出て、右に曲がり坂道を登っていきます。路面凍結を防止するためか溝が掘られていますね。しばらく歩くと、出雲大社広島分祀祖霊社があります。出雲大社の主祭神である大国主の狼は、別名、隠りごと白示す狼とも呼ばれており、隠りごとというのは人の目に見えない世界、つまりあの世、や、黄泉の国、を意味します。死後の霊魂は隠りごと白示す狼のご加護を受けるとされており、個人の霊魂が彷徨うことがないよう、また個人を忍ぶ家族が一生安泰で繁栄していけるよう、ということを祈願する建物として祖霊社があるようです。結構な高台にやってきましたね。ちょっと草が邪魔ですが、府中町や広島市を眺めることができます。祖霊社から少し離れた場所に、出雲大社広島分祀があります。立派な鳥居ですね。来年の2022年に御鎮座50周年を迎えるらしく、記念事業として鳥居に向かって左側に、ご祈祷や結婚式など祭事行事を行う、神楽殿の建社が行われています。出雲大社ということで、参拝方法は二礼四拍手一礼です。縁結びの神様として有名な出雲大社ですが、全国各地に分祀があるので、島根県出雲市までなかなか参拝に行けないという方は、最寄りの分祀に参拝に行ってみてはいかがでしょうか。出雲大社広島分祀のすぐ近くでは土砂崩れが起こったようで、この区間は片側交互通行となっていました。平成30年7月豪雨の際に崩れたのでしょうか。山の中をしばらく歩いていくと、あげくら山健康運動公園の南エリアがあり、遊具、テニスコート、人工芝グラウンドがあります。人工芝グラウンドは今年3月にリニューアルされたみたいです。公園内には展望台があり、展望台からの府中町の眺めです。こちらのあげくら山健康運動公園は、1996年、平成8年に開催された広島国体の際に、サッカーの競技場として使用されたそうです。先ほど見つけたこちらのメイプリーピーポーは、広島国体のキャラクターだったとのこと。本当の名前は、サキちゃん、というみたいです。メイプリーピーポー、というあだ名、嫌だったらごめんね。しばらく坂道を登っていき、ここで右に曲がって歩いていくと、戸建て住宅が整然と並ぶ住宅地となります。この場所からの眺めもなかなか良いものです。坂道を下っていくと公園が見え、熊さんがいました。昨日は熊かな？この辺りは、瀬戸ハイムという住所となります。ハイムというと、住宅メーカーの節水ハイムが真っ先に思い浮かびますね。〇〇ハイムという集合住宅の名前も全国にいくつかありそうですが、正式な住所で〇〇ハイムというのは全国で他にあるのでしょうか。ハイムというのはドイツ語で家屋という意味だそう。つまりセトハイムはセト家屋ということですね。こちらの公園には月のワグマさんの他に、鹿さんもいますね。君はどこ出身？宮島、奈良、江戸とかですか？鹿せんべい食べます。ちょっと暗い返事してほしいな。公園の近くには、府中ニュータウン上、というバス停があります。県庁と府中ニュータウンを結ぶ路線があり、1時間に2、3本程度運行されています。
30分間隔なら利用しやすいダイヤですかね。府中町内はこんな感じのルートで、安芸府中高校入り口などを経由し、一部便は府中南地区を経由した後、広島駅、八丁堀、県庁方面へ向かいます。大型バスの車両が使われていますが、ニュータウン内の一部は道幅が狭い道路を通行するため、運転手の方は神経を使いそうです。坂道を下っていくと、こちらには学習塾があるようです。階段の近くに行ってみると、府中町を一望できますね。このようなニュータウンの景色を見ながら、歩くの好きなんですよねー。どういったところが好きなのかと言われると、言葉にするのは少し難しいですが、計画的に整備された道路に住宅が整然と並ぶ、この人工的な感じが好きなのかなー。安芸府中高校近くに戻ってきて、右折すると安芸府中高校方面です。左折して南西方向に進んでいきます。ニュータウンに興味のある方ってどれくらいいますかね。ニュータウンをただただ散策する動画とか作ってみたいですが、興味のある方はコメントください。坂道をしばらく下っていくと府中中学校があります。府中小学校、府中東小学校、府中北小学校の生徒が、この中学校に進学するようですね。府中中学校のグラウンドに沿ってしばらく歩き、このような景色が見えてくると、右手に松崎八幡宮跡があります。京都の岩清水八幡宮の別宮として建てられ、源頼朝の下し組にもこの神社の名前が記されているそうです。5つのお寺を抱えていた神仏混交の神社で、中世、近世を通じて栄えたそうです。江戸時代になると、縁起式に記された竹神であると、総社と松崎八幡宮との間で争いが絶えず、1874年、明治7年に総社と松崎八幡宮は廃社となり、竹神社に合祀されました。こちらは神武天皇が統制の時に腰掛けたと言われている、お腰掛け岩です。この先の宮の町4丁目交差点を左折して、この先は八幡という住所となります。こちらは八幡川に架かる八幡橋です。八幡川は府中町役場付近で府中大川と合流するようですね。左手には不動産屋のオールハウスがあります。広島の地名住みやすさのようにネットで検索すると、オールハウスさんの記事が出てくることが多いですね。山陽新幹線の高架橋が見えてきました。高架橋近くには長田交差点がありますが、今回は交差点の手前で左折して、八幡地区を東方向へ進みます。こちらの花はアジサイであってますかね。綺麗に咲いていました。大きなマンションが見えてきました。左はアーバンビュー府中八幡、右はアーエルコート府中というマンションで、どちらも家族世帯向けのマンションのようです。奥にはライオンズガーデン府中というマンションがあります。中古の 3LDK のお部屋なら1700万円で購入できるとのこと。八幡地区の住宅地の中を歩き、ライオンズガーデンの東側を通っていくと、山陽新幹線の線路の上にやってきました。タイミングよく新幹線が通過、毎日東京と博多を爆走して大変ですねー。広島駅を出たばかりなので、スピードはそこまで出ていませんでした。というわけで今回の散策はおしまい。府中町の山田、瀬戸ハイム、八幡といった、府中東地区を散策しました。坂道が多いことや駅から離れた地域ではありますが、路線バスが運行されているため不便さはなく、府中町西側の地域と比べると落ち着いた雰囲気で、住みやすそうだなと思いました。街の景色を見て感じたことや、地元の方で街の思い出などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルではこのような街散策動画を投稿していますので、チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いいたします。他の動画もよろしければご覧ください。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。